スペースモンキーズ TV。 はいどうも、スペースモンキーズ TV へようこそ。スペースモンキーズ TV の皆さん、うまい、今日はですね、トコトコ人形の世界一コレクターのとさんのお宅にお邪魔しております。さあ、のとさん、一つ一つ紹介していきましょうか。100体、今日は100体です。はい、100体です。とりあえず100体、100体1000体以上ありますから、世界一のコレクターだと思います。100体、あっという間にとりあえず紹介していきたいと思います。あっという間、スピード紹介100体ですね。さあ、お願いします。古いイギリスのものです。わー、これちょっと見せてもらっていいですか。スマーフだ。わ、これはすごい。1982年、すごい。1982年のスマーフのトコトコ人形。これは、これはスヌーピーシリーズ。わ、スヌーピー、すごいな。これ何年ですか、スヌーピー。1965年。うわー、古いね。これは値打ちもんじゃないですか、これ。これは俺は気になる。これは何だろう。それはお地蔵様。お地蔵だって歩くんだ。ウォークメイト、ウォークメイト、何なんでしょうかね、本当に。シリーズ的に天丼、カップラーメン、タバコ、様式トイレっていうのありますね。アンパンマンもね、いろんなシリーズがあります。これアンパンマン、ね、うん、回転するアンパンマン、飛び跳ねる系だ。トコトコ系じゃないですか、うん、ちょっと見せてもらって。飛び跳ねる系、アンパンマン大回転だって。あ、飛び跳ねるんだ。うわ、ゲッターロボ。ゲッターロボです、ゲッターロボ。チェンジゲッターですね、これ。ゲッターロボ、ゲッター株式会社タミックスなんだ。これあれなんだ、バンダイじゃないんだ。タミックスってところなんだ。はい、ブルースリー。これは、あ、リーですか。わ、これはいいね、これ。リー、リーです。ブルースリー、リーです。俺のヒーローはジャッキーチェンとブルースリーだ。ブレイド、うん、これはクオリティ高い。これはクオリティ高い。はい、それではキャラクターとのお名前と、その特徴を紹介して歩かしていきたいと思います。それでは100体紹介スタートです。こいつの名前なんですか。これアメコミのキャラクターです。アメコミの名前がわからない。ギャラです。はい、スノーマンですね。これスノーマンです。スノーマンですね。スノーマンです。あー、これアメリカンゴジラ。アメリカンゴジラです。続いては、はい、ロボットです。ロボット。あ、これなんか歩き方が手と足一緒ですね。そうですね、ロボットです。はい、こいつはハロウィンマンです。はい、これおなじみ、はい、おなじみのエイリアン。エイリアン、はい、スノーマン。またスノーマン。これはおなじみルフィ。ルフィ、ルフィ早い、ルフィ早い。はい、目玉の親父です。目玉の親父、だいぶ充血しますね。目玉の親父です。これなんですか。未来少年コナンです。あ、はい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 。やっ、キティちゃん。キティちゃんのローラーする55。ローラーする55。これブリブリタイム。同じウルトラマンです、ね。ウルトラマンです。リオシリーズ。はい、サンリオシリーズ。あ、これは。で、ピンクパンサー登場。ダダダンダダダダ和田アキ子みたいな。またアメコミのキャラですね。ちょっとあの、もう、はい、夢の国っぽかったけどちょっと違うんですね。エリマキトカゲ。エリマキトカゲ。エリマキトカゲ。ゾンビ。これはなんと星一徹です。星一徹といったら中日ドラゴンの監督。星一徹、星ヒューマが後を追います。ゴリラちゃん出ます。ゴリラ早い。青色ロボコップになってる。もうちょっと歩かせてください。もうちょっと歩かせてください。はい、先生、ちょっと、はい、ウルトラマン対スパイダーマンとか対決シリーズやってみましょう。スパイダーマンと、ね、サルの惑星。サルの惑星とバッドマン。はい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 。プラスこれはスターウォーズ。あ、いい感じで来てますよ。スターウォーズありますね。スターウォーズシリーズ系もっとありますよ。いや、今から新しいスターウォーズの映画やりますからね。やりますからね。大注目ですよ。スパーマン行きましょう。はい、桜木花道対スーパーマン。桜木花道、はい。スーパーマン対あのドラゴンボールっていうのも面白いかもしれないですね。はい、クレヨンしんちゃんのシリーズも入ってる。はい、これはあれですね、クレヨンしんちゃんの、クレヨンしんちゃんのこれチョコビのキャラクターですね。チョコビのキャラクターです。あ、いい。クレヨンゴジラを追う鉄人ですね。鉄人ですね。ゴジラを追う鉄人。そして最後の締めはジバニャンで締めですね。締めとなりました。はい、ということで100体シリーズ、やってきました。トコトコ人形ね、100体。次は対決シリーズ等でね、まさかの対決をやっていこうと思います。はいはい、それではね、この中に欲しいものがあったら下の概要欄の方からコメントの方よろしくお願いします。これかかりますけどね。これかかりますけど、うん、はい、それではね、次の
またトコトコ人形対決動画で会いましょう。はい、よろしく。一緒にエンジョイ YouTube バイ、はい、と言ってください、はい、せーの、エンジョイ YouTube バーイ。危ないところで、はい、これまたゼアスです。ウルトラマンゼアスだね。ゼアスって言ったらトンネルだね。ゼアス、そう、トンネルのマネージャーやってたやつですね。ウルトラマンゼアス、まあ出てきませんね。はい、キティちゃん、何年間？キティちゃんシリーズだんだんあれですね。ありますね。クラシックシリーズが。何年間に1回に出てくるキティちゃんシリーズ。これは1997年もの、これは1995年、一番初版は1976年って書いてある、ね。選手、すごいよ、ね。意外と古いです。1970。裏にもなんか、これあシールがあってあるのか。そう、76年ですね。ああ、なるほど。サンリオのシールがあってある。そうです、そうですね。もう何体目か全然わからなくなってきましたね。はい。はい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 、かぼちゃシリーズです。かぼちゃシリーズ、はい、これはあれですね、ハロウィンですね。ハロウィン、じゃあハロウィンの中でモンスターいっちゃいましょうか。はいはい、じゃあモンスターいきます。これ
これなんと。これ何ですか？これキングコングです。なんか断面が。キングコングです。断面が。一応、こっから火を、当初は火を吹きました。本当っすか？うん。あ、だからガビガビ言ってんだ。そうです、そうです。こう火を吹く仕掛けになってます。あれっすね、キングコングだいぶ出来上がったかもしれません。フランケンシュタインね。とパンプス。フランケンシュタイン。同じような顔なので。さあ、何体目か分からなくなってきました。もう完全に何体目か分からなくなってきました、ね。あと、これだけあるってことですね。そうです、そうです、そうです。はい。これ、マックです。マックフライのポテト。マックフライキッズだ。マックフライキッズです。マックフライキッズ。さあ、そしてモンスター一気にいっちゃいましょうか。一気にいっちゃいますか。モンスターシリーズ。モンスターシリーズ一気にいっちゃいましょう。モンスターって言ったらスポーンでしょうね。あ、スポーンね、ありますね。はい、骸骨。そして骸骨。ドラキュラ。ドラキュラですね、はい。はい、ここに謎の天、パンダ天使も入れちゃいます。パンダ天使。パンダ天使。パンダコパンダじゃないですか。じゃない。パンダコパンダと違いますね。はい。すごい数だな。はい、じゃあサンリオシリーズですよ。これまたサンリオシリーズ。サンリオシリーズ、バツとバツ丸ですね。あ、そうですね、よく知ってますね。もうアニメっ子だったんで、本当に。バツとバツ丸です。そしてケロッピ。ケロッピです、そうです。あ、バツ丸腰振ってる。あ、腰振ってますね。これ腰振ってるのは、それは仕様なんですよ。それともそうなっちゃったんですか？いや、これ今ちょっと外れてね。あ、そうなっちゃった。外れたんじゃない。あ、これは、はいはいはい、はい、はい、ウルトラセブン、普通のセブン行きます。ウルトラ、あ、ヒーロー戦隊。ヒーロー。これ何すか、これ。これ何ですか。ヒーロー戦隊行きましょう、シリーズ。もうこれ、はい、あ、いいですね。一気に動かしてください、ヒーロー戦隊が。はい、行きますよ。これと、赤レンジャイ、黄レンジャイ。これ何ですか、なんていうんですか、戦隊も。俺、戦隊もあんま見なかったんですよ、ね。これは何アニメは詳しいんですけど。これね、魔法戦隊、魔法レンジャーだったかな。何それ、何それ。あ、知らない。魔法戦隊ですね。あれ、なんか一つ色足りない。あと1個足りないです。残念です。じゃあ、とりあえず、いや、ロボコップ参戦。あ、ほいほいほい。